平野紫耀、サエコの告白で再始動への期待高まる。森田剛への憧れも明らかにされ話題となる。2021年11月、元キングプリンスへのメンバーであり、多くのファンに愛された平野紫耀がジャニーズ事務所を退所し、再始動の噂が広がっています。 一方、実業家としても成功を収める最コが、自身の YouTube チャンネルで平野仕様への熱い思いを告白し、その告白がネット上で話題となっています。平野仕様の再始動と、彼に関する新たな興味深い情報について探求してみましょう。 平野紫仕様のファンであることを告白したサイコサイコが2023年6月6日に自身の YouTube チャンネルで平野仕様のファンであることを告白したことが話題となっています。その際、彼女はドンキホーテで購入した商品とともに平野紫仕様に関するエピソードを熱く語りました。彼女はキンプリの歌が聞こえちゃったわけ、キンプリの歌が と言いながら、ドンキホーテの店内で平野紫耀が宣伝していたヘアケアシリーズ、ジュレーム IP に興奮しました。さらに、サイコは平野紫耀が、髪が綺麗な人が好きという広告の言葉に魅了され、その製品を購入したことを明かしました。そして、平野くんに使われちゃったら、もう無理よ。全部買っちゃうから、平野くんがいいって言ってるから、いいと思う。 と、熱心に語りました。この告白に対して、ネット上では多くの平野ファンが反応し、驚きと共感の声が広がりました。ネット上の反応サエコの告白を受け、ネット上では様々な反応が寄せられました。サエコが平野仕様のファンであることについて驚きの声が上がり、一部のコメントでは、サエコって平野タんだったの死活してて驚き。 といったコメントが見受けられました。また、サエコがダルビッシュ有の元妻であることもあり、その彼女が平野市様に魅了されることについても注目が集まりました。さらに、サエコがかつて TBS 系バラエティ番組、学校へ行こう デブイの森田豪と共演していたことを知る人々も多く、用君が憧れてる強し君と共演してたサイコが、用君をしてるなんてなんか嬉しいね、と、好意的な声も多く見られました。サイコと森田豪の共演が平野潮の憧れにつながっている可能性について、一部のファンは興味津々のようです。平野潮の強めパーマは、森田豪の影響 最古の告白に加えて、平野仕様の髪型についても注目が集まっています。報道によれば、平野仕様は2021年11月に行われた V6 のラストコンサートで森田号の姿に一目惚れしたと語り、特に髪型をめちゃくちゃかっこいいと思ったとのことです。その後、平野仕様は一時期、挑発に強めのパーマをかけていましたが、 これが森田の髪形を真似したとの噂となりました。このような事実から平野紫要が森田号に影響を受けて髪型を変えた可能性が考えられます。一つのアイドルが他のアーティストに影響を受けてスタイルを変化させることはエンターテイメント界でよく見られることであり、ファンの間での共感を生むこともあります。 平野紫耀の再始動についての噂2021年11月、平野紫耀はジャニーズ事務所を退所し、その後の活動については注目が集まっています。一部の週刊誌は、平野紫耀が1年ほどの活動休止を経て、海外での活躍を目指して再始動するのではないかと報じています。これについて芸能関係者は、 ジャニーズ時代は王子様イメージの強かった平野ですが、その素顔はワイルド系と言われています。そのため、平野が今後タトゥーを入れるのではないかと予想するファンもいるようです、と語っています。平野仕様の再始動については様々な噂が飛び交っていますが、ファンたちは彼の新たな活動に期待と興奮を抱いていることでしょう。 平野紫耀が再始動を目指し、その情報についてネット上では様々な憶測が広がっています。最古の告白によって彼に対するファンの関心が再燃し、かつての共演者である森田剛への憧れが明らかにされたことで、彼のファンたちに新たな驚きと感動をもたらしています。今後の平野紫耀の活動に目が離せません。